マイナンバーカードを作ってみたということで、私有田市役所ふるさと創生室の吉田です。皆さんはマイナンバーカードってご存知でしょうか？なんかマイナンバーカードってめちゃくちゃ便利らしいんですよ。今日はマイナンバーカードを作っていきます。それではいきます。マイナンバーカードはスマホもしくはパソコンで申請することができますが、今日は窓口で申請していきます。申請する際はこちらの封筒が届いてますので、この封筒か免許証を持って窓口へ行ってください。こんにちは。こんにちは。マイナンバーカードを作りに来たんですけども、はい、こちらでご案内しますね。マイナンバーカードってどんなメリットがあるんですか？マイナンバーカードを作ってもらうと、コンビニで住民票や印鑑証明書が取れたり、確定申告などの手続きがオンラインでできるようになってすごく便利です。今日はまず申請に必要な写真を撮らせてください。はい、すいません、パソコンを開けてもらってもいいですか？すいません。はい、撮ります。はい、撮れました。ありがとうございます。それではこちらの申請書にご記入ください。はい、あ、すいません、この下の方でお願いします。すいません、こちらですね。はい、それではこれで申請は終わりです。だいたい1ヶ月半ぐらいでハガキがご自宅に届きます。はい、ハガキが届いたら、そのハガキと本人確認書類とお持ちであれば、マイナンバーの通知カードを持って吉田さん本人が受け取りに来てください。はい、受け取りの時に暗証番号を登録してもらうので考えておいてくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。マイナンバーカードを受け取りに来ました。はい、それでご本人様の分で間違いないですか？はい、今日は本人確認書類とお持ちであればマイナンバーの通知カードをお願いします。はい、それではこれから暗証番号を登録していってもらいますね。はい、それではパスワードを入力お願いします。はい、こっちじゃなくてこっちです。あ、はい、いや、そっちじゃなくてこっちです。あ、はい、それで手続きは以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでマイナンバーカードを作ってきました。マイナンバーカードはマイナンバーの証明であったり、住民票や印鑑証明がコンビニで取れたり、オンラインで確定申告ができたり、健康保険証の代わりにもなります。このようにどんどん活用の場が広がっているので、ぜひ作ってみてください。スマホ申請はお家にいながら簡単にできるので便利です。概要欄にホームページのリンクがありますので、スマホの申請方法などは詳しくはそちらをご覧ください。これからも有田市の有益な情報をどんどん発信していきますので、お見逃しないようチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回。またねー。